パワハラ疑惑をめぐり、兵庫県、斉藤元彦知事は兵庫県議会の前議員から辞職を迫られている。本人は続投の意思を貫いているが、2024年9月19日に開かれる議会の初日にも、不信任決議案が出される見込みだ。事態は重大局面を迎える。兵庫県議会といえば今回とは全く違うが、10年前にも世の中を騒がせる出来事があった。 14年7月、政務活動費の不正使用を問われた野々村隆太郎県議、当時、が釈明会見を開いた際、本人が途中から声を上げて泣き始めたのだ。同じ、舞台で起きた騒動に、SNS ではこの、号泣議員を思い出す人がいる。政務活動費を全額返納も在宅起訴、有罪判決。しゃくり上げ、興奮して机を叩きながら大声を出す。 野々村氏の会見はインパクト絶大で世間の注目を浴びた。当時の映像を覚えている人は少なくないようで、X には今回の斎藤知事の件と絡めてそういえば、と書き込む人が見られる。14年の出来事で、もう10年前なのかと懐かしむ人も。そもそも会見は、同志が政務活動費を不正使用しているとの疑いを向けられたことで開かれた。 14年6月30日付の神戸新聞は、13年度、同氏が兵庫県豊岡市、同佐用町、東京都、福岡市の4か所を日帰りで計195回訪問したとして、政務活動費から計約300万円を支出していたと報じた。しかも同氏の報告書には、各駅到着後にかかった交通費や、現地での活動内容を示す記載は一切なかったという。